みなさん、こんにちは。しょりみチャンネルのしほとりみです。久々ですね、はい、久々のりみちゃんでございます。はい、どうも。ということで、どうも。どうも軽い。ということで、今回はね、もう私たちの新学期の道具箱を紹介していきたいと思います。種類にとったら地獄なんですけどさ。いや、でもですね、お道具箱紹介をね、はい、前もしたよね。1年前ぐらいもしてるんですよ、ちょうどこの時期ぐらいに多分。そうだっけ、うん、ね。で、そうだっけ、はい。でですね、はい、もう、まあ、りみちゃんと、まあ、しほちゃんも最近もう対等なんだけど、はい、2人ともね、ランドセルといい、はい、お道具箱といい、汚いわけですよ。汚くないよ。私、ランドセル汚いと思うけど、机の中は綺麗だよ。そうなの？あ、でもたまにね、うん、こういうティッシュがね、7個ぐらいこう積み重なってる時はあるけど、でも汚いティッシュじゃないし、結構綺麗だと思う。そうなんだ。でも今日ゴミ捨ててきた。そうなんです。ひどい、最悪、最低。そうなんです。それをね、実はりみちゃん成長したなと思いまして、なんとゴミ取られる前に綺麗に掃除をしてたんです。レミちゃん、いつも汚いのさ。でも動画撮られるの知らなかったんだよ。すごくない？偶然だよ、偶然なの？なんか一生懸命さ、今日さ、自分からさ、歌声が綺麗にしなきゃとか言って、なんか、うわ、ティッシュいっぱいとか言いながらめっちゃなんか掃除してて、あれ？と思って、自分からね、掃除できるようになったんだなと思って。私掃除してないんだけど。大丈夫でしょ、だって。しーちゃん見て。はい、ということでね、もうりみちゃんのランドセル紹介を、お道具箱紹介イコール汚っていう動画が多かったと思うんですけど、今回はそれがなさそうです。もう事前に掃除されちゃったので。でもね、掃除してないお道具箱はティッシュいっぱいあったって言ってたからね。ティッシュいっぱいあったんでしょ。あと、ゴミとかめっちゃあった。ゴミとかもめっちゃあったね。もうね、あのね、あれ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 が長いんだけど。何？筆箱入れるね、うん、ところね、うん、ほんと、ゴミの山だったよ。うわー、汚そう。はい、ね、ということでね、はい、あんま、まあ面白くないかもしれないですけど、はい、じゃあどっちが綺麗か勝負したいと思います。ね、黒っぽい日片付けた人のやつと、うん、でもあの、あれはいつも綺麗って言ってたので大丈夫でしょう。はい、じゃあ名前がね、見えないようにね、開けてもらいましょう。はい、え、せーので開けるんですか。そうだね、せっかくだからせーので開けていきますか。リミ、名前入ってんのあるよ。うそ、名前めっちゃ。私も心配。じゃあちょっと名前あるのだけ裏側にしてもらっていいかな。あ、でも見えないや。あ、でも見えないや、大丈夫だ。大丈夫そうだね。開けてみましょうか。はい、せーの、じゃん。あ、りみちゃん名前見えない。はい、はい、ということで、こんな感じで、じゃじゃーん。何その顔。あれ、でも同じくらいじゃない。りみ、水色めっちゃ多いよ。確かに色はりみちゃんが水色系で、しほちゃんがピンク系。これも水色したんだよ。本当だ、本当だ。りみちゃんはさ、ここにさ、なんか仕切りみたいなのがついてるじゃん、黄色い。それは何なの？そこに筆箱入れる。あ、筆箱入れるの？え、しほちゃんは入れないの？え、私？うん。なんか筆箱入んなくて。あー、そういうこと。あ、じゃあ、どけたら入るんだけど、うん、これだと入んないから、うん、いつもランドセルの中ぶち込む。え、じゃなくて机の中に入れてるときはどうしてんの？普通に入れてるの？いつも机の上に出すか、うん、ランドセルの中に入れる。ああ、じゃあ机には入らないってこと？そう、入らない。まず給食のときはどうするの？給食のときはランドセルぶち込むの。マジ？めんどくさいね。で、また5時間目になって、あ、筆箱忘れたとか言ってランドセル取りに行く。マジ？でも私今一番後ろの席だから、あ、こう行けるの。なるほど。だからこう行くんだけど、またね、席替えして前の方になったら改善しなきゃなって思う。そうだね。まあ、でもこの辺を全部こっち側にやって。え、うちの学校は何？お道具箱を筆箱に、あ、筆箱はお道具箱に入れるようになってんだ。うん。へえ。でも、うん、あの、トランク、あ、昔使ってた筆箱は、うん、かけてました。
でも横にかけちゃダメってなってるの私は見てて。あ、そっかそっかそっか。そうなんですよ。なるほど。基本的には入れて、うん、入れろってなってます。私は入んないでランドセルの中こうですけど。なるほどね。はい、はい、ということでね、まあもう一個ずつ見るもないです。普通のもう文房具たちがありますね、はい、まあ、クレヨンとか、はい、ノリとハサミと、はい、セロハンテープと、はい、はい、なんか面白いものあったら提供してください。なんかありますか、リミちゃん。リミちゃんありそう。何これ、何これ、面白そう。なんかその紙に包まれてる物体は何ですか、リミちゃん。それ命を掃除したやつ。あ、掃除して、それ何、入れ物作ったの。わあ、すごい。それ何入ってんの。壊れたものたち。壊れたものたち。あとね、練り消しとかにもらったものとか入ってるよ。へぇ、一回全部出してやだ。公表はできませんか。あと謎謎とか入ってる。謎謎？何謎謎って？あとこれ、あのあれも入ってる。じゃあさ、ちょっとさ、そこに出さないからさ、どんな感じで入ってるのかだけさ、こうやって見せてもいい？じゃあちょっとこの、あー、な、謎謎ってこういうことね。あのキーホルダーだったやつの本ね。謎謎の本ね。なるほど。あ、こういう感じで入ってるのね。なんだっけ、あのおみくじも壊れてね。あー、おみくじとか、うん。でもさ、それ学校に関係ないものじゃん、それ。そうだよ、学校に関係ない。でも入れるの。あ、入れるの。うん。はい、あとは何ですか、リミちゃん。その余計なもの入ってるけどいいの、リミ、うん、その水色の四角いものは何、それ。これ、そうそうそれ、英語のやつ。英語、何英語のやつ。それも自分で作ったの、入れ物。あー、何、あー、え、それ何、アルファベット覚えるやつ。あの英語の教科書の後ろの方についてくる、うん、カードがあるんだけど、それ、アルファベット覚える時のやつ。いや、他にもいっぱいあるけど、アルファベットのやつ。リミのね、休んだ時にね、これみんな使っててね、リミ、うん、はゴムもらえなかったからこれ使って。あ、そうなんだ。私いつも輪ゴム入れてさ、この辺に、うん、こう、貸して、輪ゴムもらって輪ゴムするじゃん、うんうん、で、いつもね、ここに間が空くのよ、うんうん、ここにこう入れてた。こうやって。あー、ぴったりなんだね。でしょ、ぴったりでしょ。すごいじゃん、リミ、いいこと聞いたじゃん。でも、リミ竹尺ある？ない。でしょ。あ、仕切りやった。リミ竹尺ないんだ。私竹尺があるからぴったりなんだけど。だから、そっかそっか、どっかやっちゃった。どっかやっちゃったの。マジ。ちょっとねえ、成長したと思ったんだけど、まだまだじゃない、あなたねえ、どっか行っちゃったんですか。マジか。はい、ということで以上でした。はい。え、この多数決って対決じゃん、どうすんの、うん、あ、この対決って対決じゃん、うん、どうすんの。じゃあ引き分けで。一番つまんない。引き分けで。まだ決めたんでしょ、今。待って。だってさ、どっちかがめっちゃ汚いとかだったらさ、それはそれで決めやすいけど、なんか見た感じめっちゃ一緒じゃん、もう。変わり映えないっていうかさ、ないね、一番つまんないパターン。つまんないパターン、ほんとつまんなかった。リミもっと汚くしてくれたんだったのに。だからリミ元々汚かったんだけど、何を察知したのか、片付けちゃった。ほんの数分前じゃない、数時間前に片しちゃって。マジ？ね。もうびっくり、あ、片してると思って。止めなかったんだ、ママも。もう諦めました。そこで止めてもなんかさ、止めてもやらせみたいになっちゃうのも嫌だし、ね、なるし、私の汚いのを願ってたんだよね。そう、でもしーちゃんがランドセル汚いから、お道具箱汚くないわ。汚いかなと思ったんだけど、汚くないよ、ランドセルも。案外お道具箱は綺麗だったんで、ね、ランドセルも汚くないから、こんなつまんない結果になりました。ランドセル私汚いのかな。汚かったじゃん、ティッシュとかいっぱい詰まってさ、プリントとかもさ、ランドセルの底の方にさ。リミもランドセル、あれから私綺麗なの、うん、リミランドセル汚いよ。そう、リミもランドセル、しーちゃんもリミもランドセル汚いから、リミも汚いよ。そう、そろそろね、チェックの時期が来ましたよ、皆さん。近々2人のランドセルを抜き打ちでチェックしたいと思う。私今超綺麗だから。マジマジ。なんで、どうしちゃったの。片付けるとか言われてる。片
預けられないぜ、みんな撮影しなくちゃ。私今抜き打ちって言われても全然いいよ。え、今から片付けるよ。はい、まあいいや。はい、ということですね。はい、ということでね、はい、以上となります。はい、結果引き分けでした。一番つまないで、はい、一番つまなくてすいません。すいません、面白いお道具箱をお届けできなくてすいません。すいません。ということで、それではバイバーイ。バイバイ、バイバイ。本当にごめんなさい、つまんなくて。バイバイ、バイバイ、バイバイ。なんで泣いてんの。